はい、速稼塾の久保です。まあ、YouTube をね、作ってらっしゃる方、放送してらっしゃる方に、今日は、ちょっと大事なことをお知らせしたいんですけども、今、新型コロナウイルスって結構ね、話題になってますよね。ですんで、アクセスを取っていこうとかね、世の中に、いい情報を提供しようと思ったら、こういうふうなね、世の中にとって関心のあることをどんどんリリースしていかなければならないんですよね。まあ、いわゆるトレンド動画という言い方もできるんですけども、今私のこの動画、2890回視聴されてますけども、1月24日なんで、本当3、4日前の動画なんですよね。で、通常私の動画っていうのは何もしなければ100回前後の再生数なんで、かなりね、20倍とか30倍の再生のインパクトがあるってことなんですよ。で、私の動画だけじゃなくて、こういう動画もあります。チャンネル登録者数の方が350人。で、再生数が1万回というね。で、やっぱりこういうふうに新型コロナウイルスのことを、まあ、お話してる。まあ、この方はね、重慶って言って、中国にお住まいの方で、まあ、日本に向けてメッセージを送ってくださってる方ですよね。まあ、ですので視聴確率は高くなると思いますけども、でむちゃくちゃ YouTuber っていう方でもないんですよ。チャンネル登録350人くらいですから。で、私チャンネル登録してない方なんですよね。私の動画のアップロードに関連として上がってきたということだと思いますけども、すごい視聴回数上がってますよね。だからこの方ってのは関心のあると思える情報をすごくね、的確なところから放送してくださってる。だから信頼もできるんですよね。重慶に住んでいて中国の模様をマスコミとかマスメディアの、影響力なくこうやって伝えてくださってますからね。で、ここでですね、普段 YouTube を一生懸命されてる、まあ、皆さんにね、もうお伝えしたいんですけども、こういう時に自分なりの考え方、間違ってもね、それはしょうがないんですよ。受け取った情報の量とか、それから情報の解釈力によって、いろんな解釈が存在しますんで、自分だったらこう思うってことをね、やっぱ伝えていくとか、それも怖いんだったら、新型コロナウイルス対策に自分は、まあ、マスクをしてますよとか、手洗いしてますよとか、手洗いにはこういう石鹸を使ってますよとか、アルコール消毒使ってますよとか、外出するときにはマスクをね、新品のマスクを2、3枚、携帯しますよみたいなことでもいいんですよ。で、そういうふうにして、今、こういうふうなことが流行ってるから自分はこう考えてます、こうやってますっていうふうなことでも、やっぱ放送していく癖をつけていかないと、その何て言いますかね、YouTube は基本的に毎日のように量産していかないと何が当たるかわかんないんですよ。その前提として、自分が動画をどん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 量産するモチベーションを自分で作り出していかなくちゃいけないんですよね。だからそういう時に、モチベーションの核となるのが、やっぱり再生数とかっていうのはね、やっぱ正直あると思うんですよ。じゃあ再生数を上げるためには今話題のことっていうのを、しかも自分も心底ね、関心があることをやっていかないといけないのかなと思うんですよ。今この時点で日本にお住まいでこの新型コロナウイルスに関心のない方って多分いないと思うんですよね。で、この動画をご覧になってるあなたはどうですかね？関心ないですかね？関心があるんだったらどういうふうに関心があるのかっていうこととか、それから対策として自分はどうしてる、家族に対してどう語りかけているみたいなことを、それは放送すれば済むことですから、そういったものをね、やっぱ一つ一つ、だからトレンド動画って別に芸能人のゴシップだけじゃなくていいんですよ。こういうふうな大切なことがあった時とかね、安倍総理がチャーター機を出したとかね、それからフィリピンが強制送還したとか、北朝鮮の動きが早かったとかね、いろんなことがあると思いますけども、自分が関心を寄せることを、それ自体がね、一番発信に向いてることだと思いますんで、今自分が一番関心があることね、放送していけばいいと思います。もちろん普段やってる YouTube のチャンネルとはちょっと趣味趣向が変わっていくところがあるかもしれませんけども、YouTube チャンネルって今一つのテーマでね、皆さんされてると思いますけども、それが当たるかどうか分かんないってことは、こうね、まだチャンネル登録が1000人もいってない時とか、再生数の1万とか2万を取ったことがない時って、どん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 新しいジャンルとか新しいテーマに挑戦して、自分が発信して世の中に一番インパクトを与えれるものはどのジャンルなのかってことを手探りしていかなくちゃいけないんですよね。だから相反することを言ってるようですけども、一つのテーマでずっとね、押していかないといけない。その中でもいつでもそれを変更できるような柔軟さを持っていかないといけないってことなんですよ。今回の動画は以上です。